あれ？書き出した取り込みあるの？あんまり使い道なくない？初代フレップからフレップ2に移行する人が増えてきたみたいだから、ちょっと触れておこうかなと。なるほど、それなら同じ機種だから問題なく取り込めるってことね。実はフレップ2は機種が違っても、簡易モード用の記録としてなら取り込めるよ。え、そうなの？操作だけの記録なら、割とそのまま使えるよ。まあ大抵は画面サイズの違いとかで、画像認識やら何やらを調整することになるけど。ところで今回 T なの？記録の取り込みってアンロックしなくてもできるよね？いやいや、そもそも書き出すときにはアンロックキーが必要だから。そういえばそうだった。今回は記録をファイルに書き出す取り込む機能の紹介です。初代フレットの記録を2に移行する、記録をファイルに取っておく、他の機器で再生するようかな。別の機種で取り込むと、例えば画像認識はそのままでは成功しなくなるので差し替えたり編集してください。画面サイズが同じなら大体は大丈夫だけど、 OS とかメーカーにもよる感じだよね。書き出しは右上メニューから選ぶか、記録を選んでから選択メニューの書き出しを選ぶだけです。設定は特にないの？デフォルトのままでいいよ。必要ならファイル名やパスワードを入力してファイルを指定をタップ。あんまり見ない画面が出てきた。この画面は機種やインストールアプリによって違います。ともあれ一覧から保存場所を指定しよう。ここではダウンロードにしてるよ。データが多いと時間がかかるけど、書き出し完了、枯れてくるまで待ってね。次は取り込みだけど、ドットフレップ2、フレップ DB から読み込みを選ぶと、さっきと同じ選択画面が出てきた。ここで取り込む、ドットフレップ2か、フレップ DB ファイルを選んでください。なんでこれ他のファイルも表示されるの？愚痴になるので何も言いません。ああ。で、特に警告も出てなければオプションはデフォルトでいいです。そういえば関数を使ってる記録はどうなの？書き出しも取り込みも対象の記録が使ってる関数は自動で追加されるよ。いちいち個別に選ばなくていいってことね。さてあとはチップス。互換性のないデータですと表示される。そのメッセージをタップすると次の理由が出るので確認してください。画面解像度が一致しませんと表示される。強制的に取り込むことはできますが、画像認識やタッチ操作の位置はそれぞれ調整してください。一致する機器がありません。一致機器数が表示される。取り込む前にフレック2精密モード設定ツールで精密モードが使えるようにして、さらにフレック2アプリでタッチ情報の取得をやってから再度取り込んでください。読み込み時にエラーメッセージが表示される。稀に読み込みに失敗するので、少し待ってからもう一回試してみてください。それでもダメならおそらくファイルが壊れています。元ファイルがあれば再度コピーして試してください。簡易データを追加オンにしているのに、取り込んだ記録が簡易モードで再生できない。さっきの一致する機器がありませんの対応と同様に、精密モードの設定をしてから再度取り込んでください。あるいは簡易モードが対応していないキー操作やキー入力項目はタッチ操作に置き換えてください。こんなところかな。ところでバックアップの説明したっけ？あ、まあその書き出したフレック2ファイルを取っておくだけなので